しんちさんこんにちは、ありがとうございます。皆さんのりアットキュー、のりさんアットキューマイパスタさんもありがとうございます。こんにちは。大根さんもこんにちは。はじめまして。はじめまして。あらあらあら。おとすさんおひさ、ありがとうございます。ありがとうございます。メミフィさんお久しぶり、ありがとうございます。お久しぶりでございます。上丸さん、そうですね。あの、なんかこっちがやりやすかったんで、こっちにしました。え、S さん、キウイ、サイドポニー改造。ありがとうございます。なんか久しぶり、ほんと、3日ぶり4日ぶりぐらいですね。ありがとうございます皆さん。そんで何が言いたいかと言いますと、あのリップも塗らずに来てしまったという、あのバッグに入れてきたと思ったんです。そしたらあの入ってなくてあのドド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 すっぴんでございます。申し訳ございません。はい、復活初日から申し訳ございません、はい、ちょっとテロップに書いとこう。ちょっと恥ずかしいんで。で、い失礼い、あ、分からん、待って、キウイ、失礼いします、キウイ、はい、ありがとうございます。今日の前髪何点ですか？え、今日はなんかさ、なんか最近うまくいかなくて、前髪が今日はまあ80点ぐらい、80ぐらいですかね。梅丸さん何言ってるか分からんけど可愛いです。ありがとうございます。遅刻さんありがとうございます。はじめまして、ともおきさん、ありがとうございます。フォローもありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生、18歳です。ありがとうございます。キウイ陛下、あら、何回目でしたっけ？何回目でしたっけ？ちょっと今日からもう一回1にしますか。1回目と。ありがとうございます。ありがとうございます。ポーさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。え？帝国女王、星、ご機嫌。ルシュー。ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか皆さん。今日も可愛いよ。ありがとうございます。今日の服はあったかそうですね。そうですね、なんかこの防体ブラウスっていうんですかね、このリボンのやつに なんか上着たいなと思って、この可愛くないですか、この鼻のなんか縫い付けられてるやつです。はい、あったかいですよ、めっちゃあったかい久しぶり、佐野と高橋推しさん、ありがとうございます。また来てくださってありがとうございます。皆さんお久しぶりでございます。昨日仮面星で受かりました。受かったってことよね、おめでとうございます。え、ってことは仮面取ったら次どうなるかとかわからないんですけど、本格のやつがあるんですかね。本面ちょっと間空いたから名前言われない。確かにちょっとキウイですって感じで頑張りたいと思います。キウイありがとうございます。また見に来たよ、ありがとうございます。本当に嬉しいです、また見に来てくださって。服いいね、キウイありがとうございます。キウイさん、長野めぐみさんに似てて可愛いね、ありがとうございます。今日路上走りました、車でってことか、すごい。え、じゃあもうみんなが車でビューンって行ったところを通るってことですよね。高3の方ですよね、確か高3でしたよね。え、すごい、私は普通に今日学校でした、学校だったんですけど、はい。なのであのメイクをしてないというのもあるんですけど、してこようと思ったのにあの普通に忘れてました、申し訳ないです。もう血色も何もないんですけど。こんにちは、ありがとうございます。サンバさんありがとうございます。こんにちは、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。名前が正しく読んでるの？あの名前。お疲れ様です。治療薬さん。お疲れ様です。お久しぶりです。ありがとうございます。学校内より楽しかったです。お、よかった。それは。よかったですね。それは。学校行ったら編み込みってのは。あ、さあ。忘れとった。
ね、申し訳ないです。どうしよう、じゃあ来週の木曜日もまた学校なんでお願いしようかな。3日間キウイロスでした。あの熊根パパさんのあのハッシュタグキウイ帝国見させていただいて、ちょっと今日から始めようかなと思って準備しております。ありがとうございます。あと何回でしたっけって感じなんですけど、今日が9なんであと9回、まあ今日入れんくてあと9回しか配信ないっていう、9日しか配信ないっていう、なんか、うん、なんか実感湧かないっていう。ん？好きな人に告白しようか迷ってます。佐野と高橋推しさんめっちゃ青春やないですか。もうそれはもう迷うならしたらいいと思いますよ。高3ですよね。高3なら進路であれな、あれかもなんで、ぜひ卒業までに頑張ってください。応援しております。あんかきょうさん、みなちゃんありがとうございます。みなちゃんでございます。別名キウイです。よろしくお願いします。ありがとうございます、来てくださって。本日はあ、ちょっと待って、サイドポニーでいいって書きたかったのに忘れてたんですけど、テロップが、じゃあもうドスッピン消していい、消そう、もうもうすっぴんじゃないですってことにしよっかな。ケイです。はいはい、サイドポニーお久しぶりです。サイドポニーキウイです。キウイ、はい、オッケー、お久しぶりです。サマーさんお久しぶりです。こんにちは、ありがとうございます、また来てくださって。日記も読んでたよ、ありがとうございます。日記皆さん読んでくれて嬉しいです。読んでくださると嬉しいです。あのプロフィールのとこのプロフィール欄の日記をはい書いてるんですけど、免許取ったらいろり山族でしたっけ、はい、いろり山族にドライブ欲しいですね。いや、いいですね、やっぱり山口なんで、はい、毎回服のセンスが良き、ありがとうございます、嬉しい。でも本当にそろそろ服のバリエーションなくなってきたかもしれん。こんにちは、ありがとうございます。ミッキーさんお久しぶりです。お久しぶりです。今日の服装可愛いですね、ありがとうございます。これめちゃ可愛いですよね。こんにちは、すみおさんありがとうございます。くまねパパさんバラありがとうございます。え、待って、これもバラじゃない、やば、すごいバラがいっぱい。今日はくまねパパさんからのバラもここにも、え、これバラなのかわかんないんですけど、いっぱい花がついてるんですよ。しかも私の大好きな襟付きのカーディガンでございます。ありがとうございます。なんか久しぶりで3日ぶり、ありがとうございます、またバラ嬉しいです。熊根パパさんありがとうございます。そうですね、3日ぶりの配信なのでちょっとなんか、はい、なんかちょっとなんか初日に戻った感あって、なんか心入れ替えみたいな感じですね。イヤホンは調達できましたか。それがなんとできました、今日です、さっきです。なぜかと言いますと、あの普通に電気屋さんも 2個ぐらい見たし、あの売ってますよっていう、なんか調べたんです、調べたんですけど、そのコンビニと電気屋さんと、なんかあのなんていうんですかね、あのペンギンのなんか音源本番みたいなお店にも売ってるよっていうから、そこにも行ったんですけどなくて、わざわざ行ったんですけどなくて、それであの普通にコンビニに、違うコンビニに行ったら、あ、グランマの最寄りのコンビニに行ったらありました。ありました。学校でバレてた、それが、いや、みんなが黙っててくれただけなのかもしれないんですけども、バレてないと思いたいですね。でも
やっぱ後輩からは LINE 来ました。先輩、なんか友達から先輩のこと聞かれたんですけど、どうしたらいいですかって言われたんで、あ、ちょっと言われたくなかったんよねって、ごめんねって言ったら、あ、口止めしておきますって言ってくれたんで、ちょっとよかったんですけど、なんかじわじわバレつつあるかもしれないですね。どうしましょう、どうしましょう。ケケケケケケケ、懐かしい、ケケ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 、こんにちは、ねむねむさん、ありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。こんにちは、初見さん、ありがとうございます。100歳で合ってますかね、100歳 100% アットテイスト師匠さん、こんにちは、ありがとうございます。はじめまして、37番の山口県出身、高校3年生18歳のキウイと申します。よろしくお願いします。いい後輩なんですよ。いや、もう本当にどうしようかと思いましたよ。なんかもう私がそのやってるよっていうことを言ってる5人ぐらいの1人の子もなんかやばいみたいな、その子の部活の後輩から全然私と関わりないんですよ、その子は、その後輩の子は。なのになんか、キウイ先輩って何かやってるんですかって来たらしくて、え、どうしたらいいみたいな。でも本当怖いですよね。なんか後輩、一個下の子たちに、ワンチャン広まってる可能性大です。私は高校3年生なんですけど、多分3年は黙ってくれているのか、みんな知らないのか分かんないんですけど、とりあえず高校2年生の同じ学校の子にはもうなんかもうバレたと思います。もう学校でも会わないんで、もういいかないいかないいかなと思ってアッキーやっと長谷川ニーナさんフォローありがとうございます。ありがとうございます、フォロー嬉しいです。こんにちは、イハクさん、こんにちは、ありがとうございます。お久しぶりです、皆さん。ヒューヒュー、有名人パイセン、いや違うよ、受かってないのに、なんかこんなこと言うのもあれやけど、なんか全部受かってショールームやってますみたいなことを言われたんで、受かってないんですけどみたいな、まだメンバーじゃないんですけどみたいな。でそれで落ちた時が一番気まずくないですかっていう話ですよ。まあ落ちたくないから頑張るんですけど、はい。ホセメンドーサさん、こんにちは、初見さん、ありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生18歳でございます。キウイと申します、よろしくお願いします。ありがとうございます、見に来てくださってありがとうございます。何かポテトあげれるだったりして、あ、ポテトあげれる、確かにポテトは私あげれるんで、はい、いい感じに、なんかもう 目でわかります。もうなんかタイマーでセットしなくても目で、あ、もうわかったわと思って。あといつか本当にいつか土曜日とか長くできる時にいつか絶対茶碗蒸しとかやりたいんやけど、電子レンジがないから始まらないんですよね。まあ下でやればいいんですけど、ちょっと気まずい。おもろい、ありがとうございます。こんにちは、のりしおさん、お久しぶりです。ありがとうございます、お久しぶりです。え、もう山口のスーパースター使い、いえ全然でございます。山口県の方いらっしゃるんで、はい、もっとすいません足を伸ばしました。いますよね、山口県の方、ポテト職人や。確かにポテト職人かもしれん。じゃあポテト担当でお願いします。ポテト担当で、ポテト担当大臣のキウイです。ポテト担当大臣ちょっとやばいですか。なんと調達したんで、いつでもできる状態なんですけど、ありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生18歳です、よろしくお願いします。皆さんお元気でしたでしょうか。3日間ほどここに来れないためできなかったんですけども、配信が、あ、なんかこのさリボン綺麗にならん
け、やだーやだー、旧陛下2回目ってことにさせていただきたいと思います。歌唱祭はいつ頃になりそうですか。どうしよっか、え、どうしよっか、いつがいいでとかありますかね。歌唱祭、あ、歌謡祭、自分でつけたのに間違えるっていう。ガッツンバリバリやで、ガッツンバリバリやで、よかった。ガッツンバリバリなんかおもろいね。ガッツンバリバリってすごい流行りそう。ありがとうございます。たかちさんこんにちは、キリちゃん愛してるよ、ありがとうございます。お久しぶりです、3日ぶりですね、ありがとうございます、来てくださって。3日ぶり4日ぶり。ありがとうございます。はちはちはち、けけ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 け、ありがとうございます。なんか本当にすごい久しぶりで、なんか久しぶりって感じですね。星に向けてイヤホン楽しい、星に向けて、あ、歌謡祭に向けてってこと。あ、歌謡祭いつやろう。結構他の方って結構やるんですか、カラオケ配信。私はまだ勤務時間やけどね。そうでした、小声で失礼いたします。勤務時間、いや本当お仕事大変ですよ。歌謡祭本番、あ、本番がダメなんじゃ、本番が星になるんじゃ、確かに。どうしよう、やってみる、やってみますか、やってみましょうか。確かにありえる、ありえる。何歌おうかな。でも本当全然最近お風呂で大熱唱あんまりはかどってなかったんで、こんにちはフル、ありがとうございます、お疲れ様です、お久しぶりです、ありがとうございます。音が遅れ、確かに、え、何やろう、なんで漫画ダメじゃん、それな、なんでダメなんかね。こんにちは、タンニさん、こんにちは、ありがとうございます。え、ちょっとじゃあなんかやる、どうしよう。78、え、何がいいかな。ちょっとなんかじゃあ1曲ぐらい、え、歌謡祭は土日の方がいいかな。本番が星になる理由はいい子たちには本番が星になる理由はいい子たちには教えられませんって。じゃあ教えてください。いい子ですかね、私は。どうなんでしょう。カラオケ配信、ちょっとどうします、どうやったっけ、あ、ここか。え、じゃあうーん、何がいいかしら。今日グランマの家に来るときに聞いた曲、大人しかダメですマジで。じゃあ私はまだダメなんでしょうか。二十歳からですか、二十歳以上。どうしよう。確かにこれもさ、ダメだったらどうしたらいい。これもさ、アップルのさ、あ、そんなの言ったらいいの、言っちゃダメなんでしょうか。まあこの純正のやつもダメだったらどうしましょう。まあ大丈夫なはずですよね。まあ今日一回確かめさせていただきますね。何がいいかな。まあじゃあ今日グランマの家に来るときに聞いたやつにしましょうかな。ありがとうございます。37番の山口県出身高校3年生です、よろしくお願いします。エントルビアル班のやばい系、くぐれる年、何、どこにくぐるんだ。ちょっと9位陛下3回目です、3回目。じゃあちょっと今から
一旦なんか歌ってみます。あの分からない人に説明すると、私があのイヤホン、このカラオケ配信マイク付きのイヤホンいるじゃないですか。それをあの普通に昔持ってたやつは聞こえなくなっちゃって、で新しいの買ったんですよ、このショールームのために買ったんですけど、ネットで買ってしまったんで、まあ、メイドインチャイナのでして、であの音をくれる、でなんかモヤモヤする音になるっていう感じなので、純正を探しに探し回って、ちょっと今日できたてほやほやって感じで、できたてあのゲットしたてほやほやって感じなので、試しにというか1曲ぐらいあのやってみようかなって思うんですけど、私の歌は下手なので、あの全然あのはい無理って思ったら全然抜け出してもらって大丈夫なんですいません。はい、ちょっとじゃあ、これいつのタイミングでつけりゃいいんやろこの前途中まで歌った曲はどうですか、どうですかですかね。何歌ったっけ、1個目に歌ってもう諦めたんやったっけ。やったらあれか、あの僕はこの海を眺めている、眺めてる、それにしようかしら。あの前先週カラオケに行った時はそれが一番、一応私の中ではですね、私の中では一番その日に点が良かったので、まあもう今そんぐらい歌えるか分かんないんですけど、じゃあそれにしようかな。はい、ちょっと緊張するな、なんか歌う前って緊張するよね。いいね、いいと思います、ありがとうございます。じゃあちょっとまあこれ試験程度に歌おうかなと思います。じゃあ、声が出るか分かんないんですけど、ちょっとまあちょっとすいませんね、ちょっとじゃあ探します、曲を888って、マジで今日リップ塗ってないし、もう乾燥もしてるんですけど申し訳ないですね。あれ？あ、いけた。ちょっと、はい、これ、よいしょ。ん？こうかしら？いやー。え、ここがもう聞こえてるんですかね？ん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 ？あ。やばい。来た？来た？この前よりクリア？本当ですか？始まってますか。あれ、ケイちゃんおかえりなさい、また可愛くなってない、今日も服センス完璧、歌頑張る、ありがとうございます。あれ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 、あ、んんん、あ、来た、なんかすごい人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない負の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を
かり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう、誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない、これはいつシャッシャッシャッて、ありがとうございます。遅刻さんありがとうございます、ギフト。あとイハクさんギフトございます。いやあのありがとうございます。いやちょっと本当にいいですか。イエーイなんかこんにちは、ありがとうございます。中低音良き、本当にピッチ正確、本当うまいですか、バッチリです、ありがとうございます。しみる優しい歌声です。声が素直に出るの素晴らしいよ。メロディーもよく取れて、このままお披露目だこう。ありがとうございます、メトロンさん、ありがとうございます。いい歌ですね、本当にこの曲大好きですね。推薦文を書き直さないと未知数なんかじゃない、よかった、本当ですか。いやもっと頑張ります。ちょっと歌謡祭までに、はい、まあ、今はこんな感じなんですけど、もっと上手くなれるように頑張りたいと思います、はい。なんか嬉しいな、みんなに褒められてなんか、なんか本当に高い声とかマジでなんか変な声になる、みたいな声になるんで。歌謡祭何回か開催した方がいいと思う。ありがとうございます。どうしよう、なんか普通にもうこれ調達できたんで、いつでもできる状態ではあるんですよ。だから1日1回とか、あの歌謡祭開催してもいいのかなとは思うんですけど、あの歌は下手なんでとか思ったら、はい。ゲワンドホールで歌っている姿が見えました。
ありがとうございます。ちょっと本当に嬉しいですね、そんなこと言っていただけて。なんか自分的にはこのすごいマイク、なんかすごい耳に来た、なんかいい感じに耳に、なんか自分の声まで入ってきてびっくりしました。前のやつやっぱおかしいです、前のやつおかしい。うん、無事調達できたんやね。そうなんですよ、ちょうど今日、ちょうど今日です。今日調達できてよかった、よかった。はい、ぜひ好評でしたらもっと歌謡祭開催したいと思いますので、まあ、歌謡祭までとはいかなくとも、あのミニ歌謡祭みたいな感じ、3曲ぐらいとかでもやれればいいかなと、はい、いろいろ歌いたいなと思いますね。ちょっと頑張ります。お風呂での練習、バスルームでの練習頑張りますこんにちは、ジトクさんありがとうございます。こんにちは、お久しぶりです。いやー、やっぱりなんか声ちょっと震えてました、私なんか緊張した。おとそさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。ミュートもカラオケも覚えたから、いよいよあとはバンだけいやならいや確かに確かに確かに、もうミュートはね、皆さんにやばい、みんなさんって言ってしまう、本当は皆さんですよね、皆さんにミュートもカラオケのやり方も教えていただいたので、あの今できたので、あとはバンはされたくないですね。バンはやっぱり風呂場は最強ですね。ですね、あの響くんで、やっぱりあとシャワー流してたらなんかすごいなんかいい気持ちで歌えるっていうか、なんか、はい、なんかうるさいって言われるんで、歌は うるさいって言われるんで、シャワー流してたらいいかなみたいな、いいかな的な。カオスさんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、うんやばい、ちょっとキモいですよね初見さん、まさひろさんこんにちは、ありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生18歳です、よろしくお願いします今日ちょっとすいませんね、あのスピナーです、すいません。明日はちゃんとおメイクしてきます。あの普通に学校帰ってからしてるもんやと思ってて忘れてました。まあ学校にしていかないんで普通にしてるわけないんですけどね。風呂掃除は歌唱タイムですね。あ、いいですね、風呂掃除歌唱タイムいいですね。なんて呼べばいい、キュウイって呼んでいただけたら嬉しいです。あのキュウ、あ、今日見えにくい、今日見えにくいな、あのほうほう、どうでしょう、英語のキュウにカタカナいいです。なんでかというと、私はマイキューさんが大好きなんですよ。マイキューさんのキューと、あと私が架空で想像している想像しているあのキュウイ帝国っていう国があるんですけど、はい、まあ、キュウイが好きで、それでキュウイっていう感じでなんかいいのはないかなっていうところで、あのキュウイってつけていただきましたので、キュウイと呼んでいただけたら嬉しいです。あとハッシュタグキュウイ帝国でツイートしていただいたらチェックしに行きますので、はい、よろしくお願いします皆さんなるほど、よかったです、伝わって、普通に怖いけど、ありがとうございます。キュウイ陛下ナイス質問、イエーイナイス質問。そうですね、なぜあの遅刻さんがキュウイ陛下って呼んでくださっているかというと、遅刻さんは陛下って名付けてくださって、はい、惜しくもキュウイが選ばれたんですけど惜しくもってどういうことですかって感じですよね。はい、アイスレモンさんこんにちは、お久しぶりです、ありがとうございます、ありがとうございます。キュウイちゃん暗闇歌える、歌いましょうか、リクエストがあれば暗闇、はい、あの滑舌悪いんで聞き取りにくいかもしれないんですけど、何曲ぐらい、何曲ぐらいやろう、でもプレイリストなんか
プレイリストには結構入ってるんですけど、何曲ぐらいある？ちゃんと数えたことねないな。今歌ったしょ、クライミーも歌える。前何歌ったっけ？前はあと一人ごとで語るくらいならとか歌ったかな。あと花だれも歌える、春夏秋冬も歌える、あと瀬戸内の声もう結構聞きました。え、でも 何曲って言われたら難しいんですけど、まあ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 いけると思いますよ。まあまあ、はい、結構聞かせていただいてるんで、はい、出向とかも、はい、大好きですし、はい、どうしよう、クラミ行きます？クラミ行っちゃいます？うん、じゃあクラミお願い、行きましょうか、行きましょうか行きましょうか。じゃあクラミ、はい、下手かもしれないんですけど、下手なんですけど、すいません。ん？これ再選曲を選んだらいいよね。はいはい。はい。あ、数えてみようかな。伏せる声をしよう。風を持つ。うん、暗闇。サングラスデイズ。瀬戸内の声。大好きな人とかも。花だれ。一人くらい。あ、一人くらいって言っちゃった。一人ごと思い足る。下手れたちよ。ペダルと車輪と来た道と多分耐える、無謀な夢は覚めることない、耐える、僕がこの海を眺めてる、歌います。暗闇ですね。はい、ちょっと待ってください、刺します。よいしょ、ピュー、にゃー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 、あらあら、なんかサイドポニーしたら入らない髪が多くて、ここら辺めっちゃ出てきた髪が。楽曲ダウンロード中です。ゴーゴー、じゃあ行きますね。太陽は水平線の彼方を目指して、 R を描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、この空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、出来事誰に言えばいい、夜よ僕を静かにするな、綺麗ごとでは終わりたくない、生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるもの、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。やばい、高い声がやばいですね。星たちは自分が加えてるその位置と、宇宙の派手で誰かに見られてる自意識、どこかで消えた光を知っているのか、僕は始まってもいない、欲しいものいらないもの見解つかなくて、すいません、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ、大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか、ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう、水平線見えなければ今いる場所がわからない、夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界を、
波の音よりも大きく自分へと届くように夜よ僕を詩人にするな綺麗事では終わりたくない生きることに傷つきうろたえて目覚めでいたい次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう丸裸になって気づくだろう暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくるありがとうございますございます本当にうまいえありがとうございますすいませんなんか本当に申し訳ないですありがとうございますありがとうございますえ大丈夫ですか皆さんなんか気分悪くなったりしてませんかはち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 ありがとうございます嬉しい熊根パパさんもイハクさんもギフトありがとうございました本当に嬉しいですミラーボールとか音符とかかわいいありがとうございますあの本当にはい変なんですけど黄昏だけにキレイちゃんの歌声心地いいねファルセットも綺麗で永遠に聴いていたいです本当ですかじゃあもう永遠に聴いてくださいって思います思います声綺麗だねありがとうございますトッドさん防波堤が見えましたありがとうございます防波堤の前なんで欲しくなるん欲しいあ、キモあ、私の歌が下手だからですすいません良き歌声です耳が幸せでしたありがとうございますなんでジャイアンリサイタルみたいなこと聞くいやなんか本当ジャイアンレベルだなって自分ではちょっと思ってしまっていたので、うん、皆さんにお褒めの言葉をいただけて嬉しいですはいあのうんあの高い声が本当に自分的にあの自分の歌声が好きじゃなくてはいジャイアンですよ本当推し補正なしでもかなり上手いんだけど本当ですかそんなん言ってくださったらもう一生歌うんですけどこんにちはありがとうございます殿下界さんお久しぶりですありがとうございますいいねありがとうございますいい歌ですね本当なんか嬉しい嬉しいですねありがとうございます本当になんか本当嬉しいなんか本当自分ではなんか本当になんかしか言ってないけど自分ではなんか本当にあれですねあれでした自信なかったのでそれはそうと照れてる平君もありがとうございますありがとうございますジャイアンドラえもんコナン君キウイ一番上がいたのはどの子やばいどれでしょう誰でしょうコナさんこんにちはありがとうございますえ暗闇なんかも聞いているのがよくわかるありがとうございますなんかめっちゃ噛んじゃうんですよなんか聞いてあの学校に行く前とかあの外に出る前とかに髪をやるとき私髪の毛一番なんか時間かかっちゃうんですけどその時にあのYouTube で MV をあのかき集めてっていうか私の好きな MV を STU さんの MV とか、まあ、ライブ映像とかをあのプレイリストっていうかあの再生リストにして流し聞きしてるんですけどはい今日も聞いてきましたしあとそれとあとはあの学校に行く時とか音楽アプリで、はい、再生リストに入れてますね。いっぱい。はい、今日も推しに見られたらやばい。コメント連投してる私。あ、くるくる様、くるくる様。っていうか私はあと今日は7時までと7時半から10時までです。なのでテロップに出していた方がいいですよね。多分テロップに出しますね配信設定でテロップ編集キウイです19時あ
やばい、文字制限来ちゃったわ。握手会行ったことある？あ、握手会行ったことないんですよ。あの、やばい、ハクション出そう。皆さんの鼓膜が壊れるので、ダメです。握手会行ってみたいので、早く、はい、再開してくれないかなと思っております。もう皆さんと同じ気持ちなんですよ、私。あ、親切テロップ、親指テロップに見えた。親指でこうやって打つんかと思ったけど、私は人差し指です。今度でもいいからまた別の曲聴かせて。ありがとうございます、トットさん。あの、ぜひ歌わせてください。いいんですか、そんな下手なんですけど。皆さん褒めてくれるので嬉しいんですけど、あの、また聴いてください、ぜひ。あの、いろんな歌曲、いろんな曲を練習しておくので、はい、ぜひお楽しみに。土日とかはもっといっぱい、あ、土日に、土日、土曜日とか日曜日のどっちかに開催しようかな。あの、長くできる日、それで、それ以外の平日とかは歌謡祭じゃないけどミニ歌謡祭的なのたまにやるかな。3日に1回ぐらい、どう思いますか。まあ2日に1回ぐらいでもいい、毎日でもいいけど。ハクション飲み込む特技だ。ハクションね、ほんと学校とか嫌です。あとしゃっくりも嫌。なんかしゃっくりはなんか3ヶ月に1回ぐらい、あの、止まらなくなる日が来るんですけど、ランダムで。なんかナスビを見たらしゃっくり止まるらしいですよ、皆さん。止まるらしいですよ。ぜひしゃっくり出た時はナスビをご覧ください。毎日でもいいで。本当ですか。じゃあちょっと毎日一部か二部のどっちかに歌おうかしら。それか、まあどっちでもいいんですけど。ありがとうございます、皆さん。お優しい、本当に褒めていただいて嬉しいです。同じことしか言ってないけど、本当になんかそんな褒められたことないので、はい、なんか家とかでもうるさいみたいな、もううるさいっちゃみたいな感じなんで、あ、はいみたいな。土日は昼夜公演の合間の時間だけど、あ、時間だとたくさんの人が聞いてくれるかも。確かに、確かにそうなんですかね。じゃあたくさんの人が聞いていただけるお時間にやろうかしら。ちょっといろいろ、あ、そうですよ、あの、何をやろうかなって考えて、髪型とかアンケートも取ったじゃないですか。あと私猫耳持ってましたわっていう、前も言ったっけ、猫耳もいつかやりますっていう。トッドさんがフォローしました、ありがとうございます、嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。猫耳はあの持ってましたので、何の髪に合うかなって思って、今日はサイドポニーだから。サイドポニーなんでちょっと猫耳はやめておいたんですけど、いつもなんか服はあの変えますけど、髪とかね普通なんで、なんかいろいろできたらいいなと考えておりますんで、皆さんなんかやってほしいのとかあったらぜひお願いします、コメントとか。ありがとうございます、ありがとうございます。お久しぶりです、皆さん、お久しぶりです。今日は3日ぶりです、3日ぶりですよ、4日ぶりか3日ぶり。ありがとうございます。初訪問の皆さん、初訪問の皆さん、じゃあ自己紹介をしますね。37番の山口県出身、高校3年生、18歳です。よろしくお願いします。明日の髪型は、明日は、
高めツインですね。このあこのランキング順に行ったらそうなんですけど、今一応ランキング順にランキングあの投票取った順に、あ順位が高い順ランキングか、投票で皆さんに投票してあの順位が高い順にあのやっていったんですけども、明日は一応高めツインなので、あでも高めツインなら猫耳もありかもしれんけど、どう思いますか、どう思いますか。うん、あ前髪嫌やな今日やっぱり。こんにちはおじゃまるさん、こんにちはありがとうございます。あ割れちゃいました。高めツインって今までしたことある？あ人生の中で配信では高めツインはないな。配信ではなんかどんぐらいやったっけ、配信では一回やったよね、ツインテールは配信でこんぐらいからやったけど、高めってどんぐらい、こんぐらい。ランキング取ったのは猫耳ツインみたい。本当ですか？あ人生でありますよ。あの体育祭、体育祭はないんですけど、スポフェスっていうやつの時に一回だけやりました、友達と合わせて。仕事もから戻ったら猫耳とか言ってる。何何あ、あの明日は高めツインの日なので、このランキング的になので、あの猫耳持ってたんでつけようかなとかいう、はいどうですかねっていう話をしていました。ウインクして、ウインクウインク、目を、まあ、めっちゃ開いた。できないんです。いや食いつきすぎやろ私。いやもう本当にありがとうございます、コメントいっぱい。あのそうですね、ウインクしてって言っていただけるんで、あのウインクもできるようになりたいんですけど、どんだけ練習しても鏡あるんですけどできないんですよね。うーん、なんか坊ちゃんみたいな声出た、可愛い、ありがとうございます。いや本当になんか皆さん褒めてくださるんですけど、あのできないんですよ、なんか事故、私がウインクしたら事故。みんなできるんかなウインクとか、事故なんですよ。あと茶碗蒸しも作りたいよねっていう話さっきもしたけど、本当に茶碗蒸しは自分が作りたいだけなんですけど、作りたいんよなぁ。あと配信9日よ、9日、18日までやし、うん、18日ってやばくない？2月1から始まって18日までで、今までで9日経ってって感じか。うん、こんにちは、あお久しぶりです、みきみきさんもありがとうございます。こんにちは浮遊物さん、こんにちは、お久しぶりです、ありがとうございます。前髪すいません、あとは毎日できるの、毎日できます、イエーイイエーイ。毎日します、あとはもうこの3日間だけだったんでできないっていうのは、はい。キリちゃんこんにちは、ありがとうございます。こんにちはひろきさん、お久しぶりです。木笛の鮭さん、こんばんは、お久しぶりです、ありがとうございます。3日ぶりですね、そうですね、3日ぶりです。もうこれからは18日まで毎日エブリデイ、エブリデイカチューシャって感じで、エブリデイどういうことだよって感じですよね、エブリデイ配信、エブリデイショールームって感じでやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。ぜひ見に来てくれて、見に来てくださったら嬉しいです。ハリーポッターメガネのひげおじさん、こんにちは、お久しぶりです、3日ぶりです、ありがとうございます、来てくださって。順位落ちてしまった、いや私が悪いんで本当に皆さん申し訳ないです、いっぱい星とかくださったのに3日間来れなかったんで、ここに、あ今来た方多いからもう一回歌っとく、何歌いましょうか。何歌おうかな、もう一回
もう一回だけですよとか言ってもう一回。そうなんですよ、今日はあの皆さん今来た方にお説明すると、前まで前の日曜日にあのカラオケ配信初めてやったんです。そしたら私の持っているイヤホンがよろしくなくて、あのメイドインチャイナのやつで、あの音質とかもめっちゃ悪いし、あの自分の耳にもあの聞こえてくる音が遅い、皆さんにも遅いっていう感じで、あの携帯の純正のやつを探してて、今日やっと探し求めることができました。探したどり着けること探しました。あのずっとあの電気屋さんも何軒も回ったし、うん、まあ2軒なんですけど2軒だ電気屋さんも行ったし、あのお店売ってますよっていうようにお店にも行ったし、コンビニも何軒も回ったんです。そしたらありました。いやえもう2回いや3回、どうしよっかな。なんかじゃあとりあえずなんか歌いますね。ご無沙汰してます、正直に申告します、ここ数日他の候補者のところに行っておりましたすいません、ジップさん、でもまたここに来てくださって嬉しいので、はい OK です、ありがとうございます、戻ってきてくださって。カラオケ聞きたい、何歌おうかしら。さっきはあのさっきは2曲歌わせていただいて、暗闇と僕は好みを眺めてるを歌わせていただいたんですけど、ちょっと次の曲探そうかしらはいはいはい、これですね。でも皆さん、あの知らない方にお説明すると、あの私歌下手なんで申し訳ないです。そこのとこよろしくお願いします。でもサングラス程度は声高いのでちょっと厳しいかもしれん。歌えるのは歌えるんですけど、いやー、あでもまあ最初はいけるか。独り言で語るくらいなら一人たちはどうしよう。思い出せる声をしようもありやな。ん夢力、ああるんかな。なんかさ、うちの調べ方がおかしいんか分からんけど出てこないんですけど、なんかこの名前で中学生候補の配信行ったら警戒されたか。中学生の方がそうですねいるんでしたね。あのけん玉の子ですよね。あれけん玉の子でしたっけ。あの結構私もいろんな方の見させていただいておりましたが、大好きな人もいつか歌ってほしいです。いいですね、いいと思う、いいですね。あの歌謡祭で歌いたいと思います。じゃあどうしようどうしようどうしよう。中学生結構いるんですか。やばい、全然知らんかった。結構いるんや、やば。なんか若いですね。中学生か、すごいな。中学生か、けん玉の子小 6? 最年少かな。小6が最年少よね多分。にじゃあ歌おうかしら。じゃあとりあえず歌いますねよいしょ。あやばい、このイヤホンがね。 OK、実は歌いたいやろ実はいやでもあの歌うことは好きなんですけど、あの皆さんに聞いていただくっていうのは下手だからっていうのがあって、自分から歌いますとはなれないっていう。歌うこと自体は好きなんですよ、でも得意ではないっていう感じですね。はい得意ではないんですよ。あれ、あ来た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 、お疲れ様です。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。
てるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの、僕は君が好きです、君は僕が好きなだけだ、その先のことなんか誰もわからない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる、吹き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたっけ、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ、初恋は誰もみんなつかないらしい、何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ、もうこんな恋愛はきっとできないだろう、やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる、君と絶対慣れたくない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない、ありがとうございますありがとうございます皆さん。じゃあ、まあ、今日のカラオケはこんな感じですかねお久しぶりです、土方さん、お久しぶりです、ありがとうございます。どうでしたか3日間、お久しぶりです、ありがとうございます。すごく聞きやすい声質、本当にありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいな、 STU のメンバーに、メンバーっぽい声だね、本当ですか、ありがとうございます。ハチ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 キキキキキキハチ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 、ありがとうございます。うまい、ありがとうございます。うんね、嬉しい嬉しい。仕事でうまくいかなかった2日間で沈んでた心の浄化できました、よかった、
いや、よかった。そんなことを言っていただけて私も嬉しいです。本当ですか、皆さん。ありがとうございます。冬物アットアズミン家さん、ありがとうございます。音符のギフト、ありがとうございます。うまい、ありがとうございます。もっと上達できるように努力したいと思います。はい、皆さんにいつかね、本当になんか、本当にいつかステージでお見せできるときに、もっと上手くなっていったらいいなって思いますね。まあ立てるかわからないんですけども、まあ、立てるって思っときます。ムミヒーさん、バラありがとうございます。お揃いです。これは多分バラだと私は思っています。ありがとうございます。お迎えの衣装似合いそう。本当ですか。私 STU さんの衣装めっちゃ大好きなんで、どれも大好きなんで、本当になんか好きな色な、好きな色っていうのもあるんですけど、その私寒色系が色好きなんで、一番好きな色はこのキウイって色つけてるミント色なんですけど、一番好きなのはまあミントグリーンなんですけど、エメラルドグリーンなんですけど、水色系が大好きなので、はい、STU さんの衣装はそっち系ですやん、ですやんって。そっち系、まあね、水色だから、はい、水色系が多いじゃないですか。だからめっちゃ好きなの多いんですよね。あと結構ロング丈も多めだし好きなんですよ、ロングが。はい、ありがとうございます。殿下会さん、こんばんは、ありがとうございます。可愛いお洋服着てるね、ありがとうございます。可愛いですよね、これ。こちらメリージェニーさんの可愛いあれです、カーディガンですやん。いや、なんかですやんって言っちゃうんですよね。なんか何なんでしょう、なんか何なんでしょうって感じなんですけど、ですやんって言っちゃうんですよね、ですやん。かげろうさん、こんばんは、ありがとうございます。お久しぶりです、かげろうさん。ですやん、かわいいですか。でも怒られそう、先生とかに言ったら、なんか数学わからんですやんとか言ったら、あ、まあ怒られはせんけど、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。37番ぜひ、37番の山口県出身高校3年生18歳です。ぜひ応援していただけると嬉しいです。この人が喜びます。この人が、私が喜ぶんで、ありがとうございます。キウイです。なぜキウイかと言いますと、マイキューさんが好きなのでキウを使わせていただいたのと、私の空想で作っている世界がキウイ帝国という国があるので、キウイです。よろしくお願いします、皆さん。待って、なんで消えた、何が起こったの？わからないです。何？怖いんですけど。何？なんかさ、どないしたん？消えた。消えました？なんか勝手に。何？いらったなんかうち。怖い。怖いけど、まあいいか、できたんで。こんばんは。そうね、うちクリーミーさんのこんばんは読んでたら消えました。怖い。ちなみに学校の話題で言うとちょっと緊張する。あ、やばい。あ、なんか学校の話したっけ。もうその記憶もない。やばい、勝手に消えたんですけど、なぜ、 why。 合格して衣装のデザインしたら採用されるかも。やばすぎる。それはちょっと本当に夢のまた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 夢なんで、
それはできたらちょっと本当に私はもう悔いないですね、この人生にとか言ったら。まだそんなことしたくないんですけど、あ、まだそんなことしたくないってそういうことじゃなくて、まだあのこの世にいたいんですけどっていう意味です。初見です。 K81 さんでよろしいでしょうか。ありがとうございます。エントリーナンバー37番で、山口県出身、高校3年生18歳のキュイと申します。ぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。キュイ陛下4回目ですね。あれ4回目、何が起こったのか本当に分かんないんですよね。私も37番を何か言い換えれないかな。サナちゃんとか、確かにサナちゃんとかミナちゃんとかありましたね。ねえ、すごい、なんかいいですね。キュイまたはサナちゃん、ミナちゃんとか。37番って番号大好きなのでおっしゃいます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいな。何が消えた、え、何が消えた、え、こっちは特に変化ないですよ。どうした、え、ガチ止まったね。何かついてるんかも。出川さんやん、出川さんいる。え、こんばんは、100m ランナーさん、こんばんは、お久しぶりです。っていうか本当に私のところには配信を再開します、再開しますか、はい、いいえが出てきたんですよ。もちろんはいですけど、 Wi-Fi 弱いんかな。Why? なぜに、いや、なぜか分かんないですよ。そうです、え、なんで、何キュウヘイカ5回目です。やばい、本当にハクション出そう。うん、こんばんは、ありがとうございます。24アット秋田犬さん、こんばんは、お久しぶりです、ありがとうございます。なんだろう、陛下が数えた数が正解です。5回です。みなちゃんとかさなちゃんとか使える、37っていい番号ですね。確かに、いや本当に37でよかった、37でよかったわ。はい、先ほどツイッターに今月26日に広島南口地下広場で STM にやるトーク、マジマジ、今月26か。うわ、26ってもうショールーム終わってるやないかい。うわ、カラオケで熱持った、あれ、あんまりあれ、またあれかな、充電さしとく一応。まああとこの第1部はあと45分間なんですけど、まあ一応充電さしときます。うわ、でも倒れそう、怖いな怖いな。いや今日の前髪ほんと嫌です。なんで皆さんに言うんかって感じですよね。3日ぶりだったけど覚えてくれてありがとう。いやいやいや、こちらこそ来てくださってありがとうございます。3日ぶりに皆さんとお会いできて大変嬉しいです。38番ならサバちゃんで一択です。確かにサバちゃん、え、本当は今の38番ちゃんサバちゃんなんですかね。あ、違ったね、サヤやったね。見たんよね38番ちゃんのやつ、サヤやったわ。なんかサヤっていうけさ、本当に名前って思ったんやけど、名前ではなかった。さすがに今日は外カメはやばいぞ。え、外カメっつったら、あ、やばいか、私の顔が映るだけなんですけど、外カメも鏡置いてるんでちっちゃいんですけど、あ、でもドアも見えるわ、ドアも。外カメはまだ映ってないな。あ、いや映ったな、日曜日に一回やったよね、一応やった気がするな。ちょっとやらかしました。でも結構やらかしをもう結構、あとは何かな、やばい、どうやってあれ、何やったかな。あ、でもまあそんなにやらかしてはないですよ、あのね、全部言ったわけじゃないし、本名とか。コロワンさん、ありがとうございます、こんばんは。37番の山口県出身、高校3年生、17歳じゃなくて18歳です。すいません、一切若くしてしまいました、自分で。
なんか見えにくくなった。ありがとうございます。うん、あ、いや、なんかさ、山口県がさ、テロップとかぶるよ、かぶるよね。あれ、お見送りでの私から、あ、お見送りね、ちょっとまあ前お話聞いたんであれでしたけど、まあ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 、よし、これで OK。 どうだろうか、本名の件忘れてたのに、あ、自分で言っちゃったわ。え、あー、うわー、うわー、やった、またやったね、これまあまあまあ、やってしまったんで。まあでも、え、うち上打ったんかな、名字をちょろっと言ってしまったっていう。先生、学校の先生のモノマネしている時にふーんって言っちゃったんですよね、勢い余って。うん、いけんわ、ちょっといけんわ、いけんわね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 。こんばんは、あ、妙高茶イカリングさん、こんばんは、お久しぶりです。今日はサイドポニーです。あらあら、待って待って、忘れてないじゃん、ちょっと待って、下から読んでも忘れてないじゃないですか、遅刻さん寂しかったぞ。いや、私もなんか本当にやりたい気持ちは十分っていうか、普通にやりたすぎてどうしようって考えたんですけど、どうしようもなくて、その気持ちだけじゃっていう感じでした。大丈夫よ、よかったです、今忘れました、ありがとうございます。でも私が悪いんでね、まあ、いつか正解発表できたら、できる日が来たらいいなって、答え合わせできる日が来たらいいなって思いますね。サイドポニーかわいい、ありがとうございます。本当ですか、イエーイイエーイ、ありがとうございますなんかね、でもね、なんかね、まだそんなめっちゃ長いわけじゃないけ、髪がここがね、シーみたいになるんよ、シー、なんかシャッて、ちょっとやだ。答え合わせしようね、いや、したいですね。なんか、いいな、いいな、なんか妄想だけは膨らんでいくっていう家族やないから大丈夫、確かに確かに。こんばんは、お久しぶりです、横浜48さん、お久しぶりです。仕事じゃないんだから休んでいいよ、仕事確かに仕事ではないね、私はなんか暇なんで、うん、今そうですよ、学校がね木曜日だけなのよ、週一登校で2時間くらい。今日はね、何があったかというとね、何があったかというと、今日の学校の内容はまず着席して、朝の会して、1時間目は教室じゃなくて体育館で先生の話聞くみたいな、ちょっと感動系みたいなで、2時間目は頭髪服装検査でした。ちゃんと爪大丈夫でしたよはじめまして、リニアさん、はじめまして、ありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生の9位です。ぜひ応援していただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。もう可愛いので、星以外は何でも似合う気がしてならないです。何欲しいって、むしろ仕事が休みたい。確かに仕事もう休めないですよね、仕事って。学校はさ、まあ風邪ひいたりしたらさ休めるけどね。坊主え、なんで坊主も星になるんじゃん、なんで、え、坊主ダメなんじゃ、勉強になるけど、なんでやろうね、よう分からんね。88、88、あ、坊主で表彰される理由分かりましたか。あ、なんか部活らしいです。なんか部活で確かに金賞を取ったんですよ、私
私だけじゃなくて、あの一応打楽器のパートリーダーというあのものを務めさせておりいただいておったんですが、その時にあのアンサンブルコンテストっていう、なんていうんですかね、吹奏楽ってあのいろんな楽器、打楽器以外にも管楽器の皆さんとかと一緒に演奏するじゃないですか、普通のコンクールって。でもなんかあるんですよ、アンサンブルコンテストって言って、私は打楽器40奏っていうので出て、金賞、県大会ですよ、県大会、山口県大会で金賞を取らせていただいたんですけど、そういうのとか、あとソロコンに出させていただいたりとかって言ってました。一応なんか校内オーディションではあの結構だったんですけど、あのソロコンは本番は全然ダメでしたっていうので、なんか表彰していただけるらしいです。ありがたいですね。9位陛下6回目です。青春やっとるの、あのもうほんと部活に青春かけてましたね。もうなんか休みなくて遊びに行けないっていう感じでしたね。今はもうだから部活ない日々がなんか変な感じは、最近はもうなくなったんですけど、もう引退して結構経つんで、10月までやってたんですよ。平日はバイトないのあるんですよ。明日はねあるよ、明日は 2時まであるけポテトがやけ、まあ5時から普通にできるけどね。打楽器陛下、打楽器陛下は1回目ですね。そうですよ、私打楽器なんですよ。まあでも打楽器って言ってもあの鍵盤系、木琴とか鉄琴あるじゃないですか、あれよりも私は太鼓派ですね。太鼓の方が得意。まあ打楽器のあのあれは下手なんですけど、自己アピールで話せる内容だね。話したいけど、そんなになんかめっちゃうまいわけでもなくて、なんか熱が入ったらみたいな感じなんであのね、太鼓系ならね、ソロコンの時もあのそのアンサンブルコンテストの時も、まあ、アンサンブルの時はあのちょっとグロッケもやりましたけど、ほぼ太鼓だったんで、トムっていうドラムについてるやつだったんで、はい、そんな感じですね。太鼓系ならいけるんですけど、音符読めないんで、私音符読めないんで嫌いなんですよ。あのグロッケンとかシロフォンとかは叩くことは好きなんですけど、音符が嫌なんですよ、音符が読めないから。はい、優秀な部員だったのね。いやーどうですかね。こんばんは、インパルスさん、お久しぶりです。こんばんは、ありがとうございます。私の後輩、あ、電話会さん、そうですね、あのピーチ先輩の後輩です。多分星ってそういうことですかね。ポテト食べたい、ポテトいいですよね。何つけますか、ポテト。みこさんのバイトとか似合いそうですね。みこさんのバイト私する予定だったんですよ、今年、今年1月の最初らへんにする予定だったんですけど、あのコロナになっちゃって、あのできませんでした。超悲しい、あのあれ来たかったのに。こんばんは、森尾さん、お久しぶりです。こんばんは、スケウエモンさん、バラありがとうございます。お揃い、イエーイネルは、ん、間違えました、ハルアットマリーナゾウさん、まあなんか混ざった、ありがとうございます。こんばんは、太鼓の達人見ないでフルコンボできたらアピールだね。前テレビでやってましたね、あの森田ひかるさんも出てましたよね。うん、見ないでフルコンボか。あの私 3DS とかの方あるじゃないですか、こういうあれは、まあお尻かじり虫の曲と夏祭りだったらいけるんですけど、あの本当に叩くやつあるじゃないですか、ゲームセンターの、あれはバチが太すぎて、マイバチとか買わないとできない感じなんですよ、多分。マイバチは私は持ってないんですけど、弟がなんか作ってました、マイバチ作れとか言って、削ってみたいな。こんばんは、リンゴさん、お久しぶりです。ありがとうございます。3日ぶり、お久しぶりです。バラありがとうございます。かげろうさん、ありがとうございます。バラ嬉しい。こんばんは、ザッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、まいちゃんのみこバイトしてたんやで、まあ、まいちゃんみこバイトしてたんで、うわ
見たすぎる、見たすぎる、絶対に可愛い絶対に可愛いやないですか。そんなの見たいんですけど。何やって、巫女さんバイトだと。そうなんですよ、巫女さんバイトまた友達とやろうと思ってたんですけど、友達に申し訳ないんですけど本当にコロナで、あのでもあの熱も何もなかったので私的にはあの本当に行きたかったんですけど申し訳ないですっていうことになってしまいましたね。打楽器やってたのでリズム感はバッチリですね。いやーまあどうでしょう、まあいっぱい基礎練はしてきたので、はい、たんたん、あもう忘れた、たん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 てんてんてんたんたた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 たとかいっぱい、はい、やってましたよ。ドラムが一番お気に入りですね。もし巫女さんバイトでいたらお守り100個買ってました。本当ですか。じゃあどこかでやってたら来てください。まあ多分もう一生やらないんですけど、一生一生やらないと思います。だいたい何もつけないマックのナゲット買ったら、あ、わかるわかる、のりしおさんめっちゃわかる、わかるわかるわかる、やばい、友達になれるとか言ったらいけんやね。え、わかります、なんかなんかてかあのつけたくなります。こんばんは、まゆゆ神吉デブさん、お久しぶりです、ありがとうございます、来てくださってこんばんは。ドラム式、あドラムスティックでの人いますよね。ドラムスティックね回せんのよね、うちくるくるやりたいんやけどできんのよね。猫ありがとうございます、リンゴさんありがとうございます、しばらくぶりですね本当、なんか何日ぶり、本当にしばらく会ってないですね、ありがとうございます、久しぶりです。ハートありがとうございます、みおこうちゃん、イカリングさんいっぱいありがとうございます、嬉しい。なんかさ、あハート100個受け取ってありがとうございます。今日さなんかさ星なんかさ出てこんねんけど、なんなんやろ、むしろいつもみーココスでも食いつきすぎや、私食いつきすぎですよ、でも嬉しいです、ありがとうございます。え、なんか今日うちバグっとるかもしれん、スティックくるくるってことは、あダメでした、ダメではないんですけど、スティックくる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 ですよね、くるくる様、くるくるってかわいい、くるくるさんってかわいいですよね、当たり前か、当たり前ですよ。うわ、なんか今ゴリゴリゴリって言った。斉藤由紀さんこんばんは、お久しぶりです、ありがとうございます、4日3日4日ぶりありがとうございます、戻ってきてくださって。こんばんは、さゆちゃんアット兵道葵さん、こんばんは、ありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生18歳です、キュウイと呼んでいただけたら嬉しいです、よろしくお願いします、よければ応援していただけると嬉しいです、あとフォローとかもしていただけたら嬉しいです。皆さんまだフォローしてないよって方はぜひハートピンクにしてくださると嬉しいです、よろしくお願いします。こんばんは、たけるくんアットゆきりく検定一級さん、ありがとうございます。こんばんは、9位陛下7回ですね。ニューウェーブのみんな可愛すぎて、いやもうとりあえず全員可愛いんです、うん、もっと STU が広まってほしいです、私は世界に、もう日本にも世界にも。でもなんか私の友達は全然そのアイドルとか女性アイドルに興味ない子なんですけど、その子もなんか、あめっちゃ鼻だれ聞いとるみたいな、え鼻だれって訳すとるみたいな、いやなんかすごい、なんかあの子可愛いって、あの子可愛い、あのユミリンさんのこと可愛いって今日言ってくれる子が、私に言ってくる子がいましたなありがとうございますって感じですけど、ひまわり29さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、皆さんお久しぶりです、こんばんは、ありがとうございます。あとはあと30
分、あと30分やったら、あとえなんか猫の声聞こえる、おらんはずよあと30分やったら30分休憩して、30分後にお始めます。また今日のお菓子、あのね、今日はスープ持ってきました。ママが作ってくれましたね。今日はポトフさんを作っていただいたので食べようかなと思ってます。あとグランマがグラタン作ってくれてるらしくて、それを30分で平らげてきますまあ30分も私かからないんですけど、そんな食べるのに。はい、ありがとうございます。猫耳のお告げですね。猫耳いつやる、あ、明日か、明日か、明日は猫耳ですので、皆さん高めついに猫耳ですので、大丈夫かな、そんなのやって大丈夫かしら、ひひーひひー。お母さんもグラマもシャレオツの食べ物です。ありがとうございます。いやでも多分ポトフとか簡単ですよ、作れないんですけど。島根のおっさん、おっさんさん、すいません久しぶり、ありがとうございます。久しぶりです、お久しぶりです、ありがとうございます、来てくださってありがとうございます。皆さん最強の組み合わせですね。美味しそう、めっちゃ、まだ食べてないけど、お母様おばあ様グラタンで火傷しないでね、しないように気をつけます。グラタン美味しそう、美味しいですね。私グラタン好きです。どうですか皆さん、グラタン好きですか。美味しいですよね。なんかホワイトソースが好きなんですよ。それだけでも食べれるくらい好きで、でも牛乳は苦手なんですよ意味わかんないですよね。牛乳を飲むことはちょっと無理なのに、あのホワイトソースは大好きっていう。多分牛乳ですか、あれ、あれって何なんですか。なんか小麦粉がどうちゃらみたいな感じでしたよね。初訪問の皆さんありがとうございます。37番の山口県出身、高校3年生18歳です。ぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。土日のどこかでチャームシ配信もいいかもね。いや、やりたいんです。チャームシ配信マジでいつやろうかなって今考え中ですので、いやなんか一人暮らし用にもう電子レンジ買っとくのもありかなとか思っています今。はい、なんでやねん初見です、ありがとうございます。店長さん、店長さん初見です、ありがとうございます。猫舌やから、そっち系やばい。猫舌ですか、私どうなんやろ、なんか、うん、でも大丈夫かもしれん。猫舌じゃないかも、犬舌じゃ。ツッコミが星に、はあ、ツッコミが星になるってわからんよね何も。じゃあ小麦粉をバターで炒めて生クリームか牛乳になった小麦粉なんじゃあれって。すごっ。じゃあどっちみちなんか生クリームってことは牛乳系ってことか。うわー、茶蒸し作るなら材料を揃えておかないと。ゆり根とか、ゆり根って何、やばい、葉っぱみたいな。バターに小麦粉を入れて牛乳を少しずつ入れ、なんで皆さんそんなにあの知ってるんですか、レシピを。すごい。普段料理しますか皆さん。茶蒸しの具材何を入れるか、あの私カニカマですよ、カニカマ大好きなんでカニカマ入れます。それぐらい、カニカマとキノコぐらいあのエビさんが食べれなくて、なぜかっていうと私なんでか分かんないんですけど、エビのエビフライとエビ天は食べれるんですけど、あのそういうエビチリとか、なんかエビエビしたやつ食べれないんですよね。エビエビ分かりますか、エビエビうん、犬やね、犬やね
何ゆりゆりね、違う、あゆりカニカマときのこ、カニカマときのこ美味しくない？茶虫には、あー銀なんか、銀なんて売ってるんですか？ピラフとグラタンのコラボで、ピラフとグラタンのコラボ最高最高。なんでやねん、エヒエビ、エヒエビ、エビさ、エビエビしたやつね。なんか、え、本当になんかエビチーズ食べれない、エビフライ食べれる、エビ天食べれる、うん、あとエビ系の料理ありますかね。あ、でも甘エビは食べれるんですよ。なんでやろ、なんでか分からんけど、なんか、なんか食べれん。ゆりね食べたら分かる。え、何やろゆりねって。え、じゃあ実は知っとるんかな。なんかお寿司屋さんとか行ったら絶対に茶碗蒸しをまず頼むんですよ私は。あとたまに締めに茶碗蒸しっていう。お寿司のエビ食べれないんですよ。八宝菜とか、八宝菜懐かしい。なんか小学校、え、中学校でも出たかもしれんけど、八宝菜はあれしか食べたことない、あの給食でしか。うちのママ八宝菜作らないんですよねなんでやろ。あ、妹たちが野菜を全然食べないので八宝菜作らないんですよね。ゆりねはゆりの球根部分、球根とか食べれるん、すごい、初めて知った。え、すごい、自分もエビダメだけどエビフライとエビで一緒じゃん、熊根パパさん一緒。え、じゃあ気持ち多分分かりません、ね、なんでなんでしょう、あれなんでか分からないんですけど、まあとりあえずエビダメやけどエビフライとエビ天は生きるんですよね、私たち、私たち熊根パパさんと私は。剥いて食べる、欲しい。カニもエビも剥いてあるなら好き。カニね好きです、カニは好きです。エビはねあれなんやけど。みょうこうちゃん、イカリングさん、紅茶かコクワか、ありがとうございます、嬉しいです。うん、あ、甲殻類がダメなんかな。うん、でもね、なんか難しいな。カニの爪とかあるじゃないですか、あのカニの爪とかめっちゃ好きなんですよ。お正月とかに食べるやつ、おせちとかに入っているやつがめっちゃ好きなんですけど、はい、エビはどうしても無理です。エビだけは小さい頃にザリガニ釣って食べてるやつ見てダメ。やば。え、でもザリガニ飼ってたんですけど、昔私の意思ではないんですけどね。キュウイさんの誠実で丁寧な対応と帝国のイメージが結びつかないのはなぜです。なぜ帝国、あ、帝国はね、なんでかっていうと、帝国ってな、思いついたね、帝国にしました、はい、なんか今エアコンがなんか音鳴らんくなって、ちょっと気まずい、ちょっと気まずい、チート気まずい。え、皆さんチートとか言います？なんか、そう、あのチート、チートってちょっとのことなんですけど、ママが結構あの何の言葉か分かんない、方言なのか、なんかおばあちゃんとかが使う言葉なのか分かんない、チートとか言うんですよケインさんがフォローしました、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。 Why？ なぜに2回目、ちょっと楽しんでません、音符つけて Why？うん、Why 難しい、英語の発音、あ、英語の発音難しいですね、ありがとうございますへ、何言おうとしたっけ、わかるけど方言なんかな、チートさみたいな、え、なんか方言って何みたいな、方言どっからねえ、方言チートは使う、マジ？学校で言ってみて学校ね、なんか友達とかの前やと出るんやけど、うん、一応矢沢永吉さんのえちゃんの、マジ歌のネタ、そうなんじゃ、チートって知らんかった。岡山でもチート、あ、
チートかも。チート。チートかな。うん。じゃあ岡山のがちょっと入っとんかな。このリボンの結び方って難しい。いい感じにできん。いい感じに。あとはタワンとか言いますか、みんな。タワン、タワンは山口弁らしいんですけど。え、違う違う、 why、 なぜの、え、何の方って。山口の友達イントネーション変。ヤスさん、え、マジ、え、じゃあうちも変なんかもしれん。チート使います、チート言います。タワンは分からない。タワンはなんか、なんか高いとこに物あったりしたら、あれのタワンのやけどみたいな、タワンちゃみたいな。あ、多分でも分からないですよね、多分方言なんで。届かん、あ、届かんも言わん、あ、届かんも言うんですけど、タワンはねめっちゃ使う。うん、なんかなんて言うんやろ、なんかね、一番方言って言われて、方言、方言な、なんで、いや待って、何言っとくかな、何言っとくかな、ちょっと待って、何言っとくかかんけど、とりあえずびっくりしたよ、タワンっていうのが、方言っていうのが。あとスネル、スネルも方言だった気がしますね。タウリンハイゴン、何それ岡山もタウって言うんじゃ。あ、タウ、タウも言う、タウ、あれタウはみたいな、あ、タウけいいよみたいな言いますね、山口。はい、ピタウよ、あれ、あれタワンけ取ってやとかね。スネルもわからんか。スネルはね、え、何やったっけ、スネルってね、何だっけ、スネルをね、私的にはもうその状態をスネルって思ってたんで、方言とは思ってなかったんです。何だっけ、スネル、タワン、タワンも使う、タワン使う、かわいい、ありがとうございます。広島じゃ普通に使う、そうなんじゃ。もうじゃも方言よね、多分。じゃ、じゃは広島かな。タウ全く分からん兵庫県民ですよ。よく、え、でも タウはね、ほんとね、通じんと思う。うん、タウ、あれタワン系とか言っても多分分かんないですよね。タワン、タワン、タワンみたいな。え、どういう反応されるんやろ。ほんとに、あの、出会ったとするじゃないですか、初対面で。それで、あれタワンないけどとかやったらどうなるんでしょう、皆さん。ちょっと、はい、うん、方言ってね難しいよね、なんか。でもいいよね、方言があるけ、なんか、あ、その人なん、その、あ、そのね、その県の人なんじゃってなるんかな、ならんのかな。うん、やばい、めっちゃめっちゃ下まで下がってしまった、コメントが。うん、いや、めっちゃ下まで行ってしまったん。あ、いけた。私は岡山広島系の兵庫県民、岡山広島系の兵庫県民、いいですね。あ、兵庫県の方も多くて、タウは届く、ハテナとな、あ、確かにハテナとなるね。今日も可愛いな、パフィンさん、ありがとうございます、お久しぶりです。欲しいみたいな、欲しい、うん、山口の友達がタワンって言ってみんなで終わらちゃった。確かに、何にもさ、そのタワンって言葉を知らん人からあれタワンとか言われても、タワン、茶碗が言えんのみたいな感じになるよね。そりゃそうか。ST のメンバーは方言作ってくれるから、確かに親近感あるよね。確かに、島根のおっさんさん、ハートありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。キュウイの方言かわいいよ、ありがとうございます、嬉しい。いや、
方言ね、なんか土曜日とか使います？なんか結構本当にママがやばくて、なんかチートおかしいんじゃない？土曜日なんとかとか言ってました。土曜日みたいな方言なんか、なんか昔の言葉なんかわかんないですけど、はい、ママ系列、ママ系の方の家庭がすごくて、なんか方言がなんか土曜日って何って感じよね。うちもあんま分からないけど、なんかすごいみたいな意味らしいね。分からんよね、はてないよね普通に。っていうふうに入ったら、ココアさんとの方言トークが、ココアさんかわいい、なんかココアさんね見てるとね心がね落ち着きます。誰だよって感じですけどね。土曜日使う？土曜日か、土曜日なんかな、使う。なんかあとは何があるかな、何があるかな、あとはあと何があるかな。え、でもね、あの今ねパッと思い出してって言われたらね難しいんけどね、結構ねママおかしいんよ。おかしいってママね、なんか変なね言葉使う、知らん言葉も。ほかすが捨てるとか知らん、ほかす知らん、ほかすは私もあんまり言わないですね。関西圏とは方言違う、確かに関西とは違うけどみたいな、ちょっと、あ、関西は関西でいいですよね。関西弁好きですよ私。なんでやねんしか知らん、にわかすぎ。シャイニングフィンガーさん、こんばんは、ありがとうございます。お久しぶりです。3日ぶりですね。お久しぶりです、ありがとうございます。ほかすは関西か、とつ表紙と同じなんかな。こんばんは、ヤッシーさん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。ヤッシーさんが、いやーいや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 、あと10分になってしまいましたが、鬼ごっこでタッチの時、でんでん言わないな。でんってどういう意味ですか？なんか、あの扉からでん、こっからでんとかなら言いますけど、うん、使わんかも。意味がどういう意味ですか、でんって。まえちゃん推しと聞いて参上、やっしーさんありがとうございます。まえきゅうさんの Q から、あのこの Q 取らせていただいたんですよ、本当にありがとうございます。今日もなんか学校帰ってからちょっと配信まで時間あった時に、マイキューさんのまとめ紙を研究してたんですけど、編み込みが下手すぎて下手すぎて私が、はい、山口も広島みたく、ジャケ言う、なんかもうジャケさみたいな、さがつくんかな、ジャケねみたいな、なんじゃけど、ジャケは結構言いますね。土拍子、突拍子、あ、そういうこと？え、突拍子、うん、どうなんやろ。キウイ、肩上がる仕草。ありがとうございます。なんかね、動作がうるさいって言われる。でも動いてないと気が済まないんですよね。なんか動いてないとね、なんか無になった気持ちになる。焼きなすさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。マイキューさんのは可愛いよね。いや、マイキューさんマジまとめ髪の女神。いや、普通に女神なんですけど、普通にシンプルに女神なんですけど、まとめ髪私めっちゃ好きです。兵庫の一部の子供たちが使ってる、あ、そうなんですか。でんってセキララさん、こんばんは、ありがとうございます。初見さん、37番の山口県出身、高校3年生18歳です。よければフォローとか応援もよろしくお願いします。今日はいつもより手がおとなしいで。本当ですか？あんまり暴れてませんか？9しか勝たんよね。いや、マジ9しか勝たんです、9しか勝たんです、9しか。
なんか足かった下手こんばんは栃木のすさん、こんばんは、お久しぶりです、ありがとうございます、来てくださって、ちょっと目がコンタクトが乾燥してきた、こんばんはすみぽんさん、こんばんは、ありがとうございます。明日も17時からですか。そうですね、17時ですね。今日は7時までじゃないですか、7時までなんですけど、また30分から開始しますんで、ぜひよければ皆さん来ていただけたらなと思います。まだ終わらないんですけど、あった、まだは終わらないんですけどね、はい、あ、やばい、字汚いけど、うふー、ちょっとね今日からね、はい、やろうと思っていることがあってです。あー、挟まった、挟まった、あ、すいません、すいません、ありがとうございます。あ、やばい、前髪、キャー、わー、うぃー、明日はちゃんとメイクします。あ、サイドポニーは逆になります、逆にしようか、できるかしら、できるかしら、30分で飯食っときます、ぜひ。あ、明日はチキカエだった、チキカエでした、うーんチキカエでしたか、チキカエぜひ楽しんでください、はい、あと5分あるよな、皆さんご飯今日は何でしょうか、皆さんのご飯今日は何でしょうか、いやー、うん、怖い、なぜに3回目ですよ、うん、ありがとうございます。37番です、ぜひ応援してくださったら嬉しいです、よろしくお願いします、うん、ありがとうございます。高校3年生でございます、山口県出身の高校3年生です。昨日の鍋の残りをいいな、私鍋好きですよ、めっちゃ I love 鍋、もうね鍋ね好きなんよ、ポン酢つけるだけで好き。第2部では何か企画、企画何しよう、何しようか、なんかいいのあるかな、ヤサさんがフォローしました、ありがとうございます。いや、なんか歌うとしたら1部にしようって毎回思ってるんですけど、2部はちょっと人が帰ってくるので、 人っていうか、まあグランマの家に住んでる人が帰ってくるんで、ちょっとうるさくなるかなと思って、ま、今度から歌うとしたら一部ですね。何しよう何しよう、何がいいかなとちょっと考えながら、はい、うん、早いか、これ書くの、ひひー、正月の餅が残ってるから雑煮らしい、いいな、雑煮も大好き、私お雑煮大好きですよ、お雑煮めっちゃ大好きなんです、うん、あのね、そういう系、なんかね、野菜最近ねめっちゃ食べれるようになったんやけど、あの茹で系、茹でたら食べれるんよね茹でたら食べれるんよね、なんかあのね、茹でた方が私はね野菜好きなんで、だから鍋とか雑煮好きなんですよ、はい、わー、山口の雑煮はね、あのね、普通にね、なんて言うの、だし餅は四角よ、普通に私の家は、花の04世代は応援します、筒井あやめ、井上凪37、ありがとうございます。花の、いや、筒井あやめさんも井上凪さんも素晴らしい美貌の持ち主で、なんか同じ年みたいな、なんかね、本当に井上凪ちゃんがあの発表された日
学校で見てたんですよ私。でもなんか上で騒がしくて、私の階3年生は下の階で2年生が上の階なんですけども、なんかえめっちゃ可愛いみたいな声がめっちゃ聞こえてすごかったです。おしゃべりだけでも美味しいので聞かなくても全然全く問題ないよ。ありがとうございます。まっちゃん豊さん好き、ありがとうございます。関東の雑煮の具は質素です。多分ね、あの山口もっていうか私の家も普通ですよ。キュウイさんも可愛いよ、ありがとうございます。はい、じゃあ嬉しいですね、皆さんありがとうございます。雑煮食べたいな。今日の髪型いいね、ありがとうございます。今日の髪型は投票でサイドポニーでした。今からもちょっと反対にできたらするんですけど、あ待って、でもねここ結構カチカチなんですよ今、できんかも、こう反対に。アホ毛やばくてアホ毛がやばくてちょっとどうしようって感じ。うん、あらもうちょっとだね、もうそろそろか、もうそろそろか。やばい声やばい声やばい声、ちょっとやばいやばいやばい。前髪もすごい、あー間違えた、黒黒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 黒、やばい終わる終わる、はい、なんかいい感じにできたらいいんですけど、ね、あーキャ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 ー、なんかこう それではそろそろ7時になっちゃうのでランキングを読みたいと思います。じゃあ37番のキウイ賞から読みたいと思います。トゥルル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 デン、スケウエモさん、ありがとうございます。では13位から発表させていただきたいと思います。13位123、12位浮遊物アットアズミンケさん、11位タンニさん、10位ミキミキさん、9位ポーさん、8位上丸さん、7位五十アップくんさん、6位大根さん、5位みょうこうちゃんイカリングさん、すいませんフリーズした、4位リンゴさん、3位はメミフィーさん、2位はオトソさん、1位はクマネパパさんです。こんな感じでいいんですか。クマネパパさんのアイコンのイメージでクマを描いてみました。こんな感じでいいんでしょうか。皆さん第1部の配信ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。皆さんそれでは19時半からもう1部開催したいと思いますので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。お時間ある方よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さん19時半にお会いしましょう。それではバイバイ、3、2、またね、はい。